2008年2008年2008年千崎バラ園は、かつて、もいは山々六、北海道札幌市中央区伏見に存在したバラの、施設庭園。400種類に及ぶバラが植えられ、高台に位置することから、札幌市街地の眺望もよく観光名所の一つとなっていたが、2009年に閉園した。バラ園はかつて衆議院議員を務めていた、政治家、千さきうさうが、 個人庭園として1967年に完成させたものが起源。バラ園の名称も彼の名字にちなむ。1970年よりバラ園は一般公開となった。そのは札幌市内全域を見渡せる藻岩山山6の標高93メートルの場所に位置し、400種4000株のバラがおよそ5500坪の土地に並んでいた。 バラは6月下旬から8上旬と9月上旬から10月下旬に開花を迎え、また、梅の花も5月上旬には開花。入園料は、小中学生300円、大人500円。最寄りの地下鉄駅は、札幌市営地下鉄東西線の、円山公園駅であった。2009年に閉園することとなり、同年10月18日限りで閉園した。跡地には、 総和プロジェクトにより、結婚式場、教会、ローズガーデンクライスト教会が建設された。AB、千崎バラ園閉園のご案内。北海道高納舎。2019年2月23日閲覧。千崎バラ園が、閉鎖入場者限。年内に建物撤去札幌北海道新聞2009年11月25日閲覧。 アーカイブド2009年11月27日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、三上洋介市政代より札幌の新たな名称視察、札幌市議会議員、三上洋介事務所運営店舗紹介、総話プロジェクト。ありがとうございます。